最新鋭護衛艦もが、実が進水式を迎えました。なんとレーダーキラー艦でも、注目が集まっています。なんと、2番艦の熊野が、先に進水しましたが、も、神は遅れて進水しまいた。では、レーダーキラー艦を詳しく見ていきますね。低コストでできているが、人員確保が課題になってくるのかな？2020年3月3日、長崎県長崎市の三菱重工業中崎造船所で建造中の新型護衛艦が、も、神と命名され、同級の一番艦となると同時にこの日に、進水式が行われたと報じられた。これによりもが、実型と呼称されることが決定した状態なのだが、実は2番艦で、岡山県玉野市の三井 E&S 造船玉野艦船工場で建造されている2番艦の、熊野が2020年11月に先に進水している。これは今回のも神のムロムロの工事に遅延が発生していたためであり、ネームシップである1番艦も神に先んじて2番艦熊野の方が先に進水を果たす珍事ともなっていた。も神型護衛艦は当初の構想上では3000トン級の新型護衛艦と呼ばれていたが、実際の基準排水量は約3900トンとなり、およそ 30% ほども増加した艦体を持つに至っている。海上自衛隊では、も、神に対し、FFM という新たな艦を表す略式記号を付与しているが、これは、艦首のフリゲートと機雷を意味する。マイン、および多目的マルチの頭文字から取られたという。現代における水上戦闘艦艇の艦首、区分は国によって異なっているが、おおむね、コルベット、フリゲート、駆逐艦、巡洋艦の順番で大型の艦艇を、示すことが多い状態で、フリゲート艦は比較的小型の艦艇だ。も、神は基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0m、全幅 16.3m の大きさで、これに、ディーゼルとガスタービンを併用した機関で約7万馬力。30ノットの速力を発揮する。ちなみに、マヤ型護衛艦は、基準排水量8200トン、満載排水量1250トン、全長170メートル、全幅 21.0 メートルに、ガスタービン機関の、搭載で、約6万9000馬力、30ノットの速力とされている。こうして見比べた場合、マヤ型は世界的に見ても大型な駆逐艦だと。いうこともあり、排水量の比較であれば、も、神はそのおよそ半分の容積に過ぎないが、かなり強力な機関を搭載していることが伺える。ただ、これだけの大きさの違いに止まらず、も神型は、その最大の特徴の一つである省力化が推し進められており、乗組員数は約90名とマヤ型の約300名の3分の1以下であることを実現している。も、神型は、兵装面では62口径5インチ単装砲1機、MK41 垂直発射艦、VLS、12セル、17式艦隊艦誘導弾4連装発射塔2機、MK323 連装魚雷発射艦2機などを実装することが予定されている状態だ。
前述のフルサイズのイージス駆逐艦であるマヤ型などは、主兵装の MK41 垂直発射艦 VLS は96セルを誇るが、もが身型では12セルの同兵器も、後の搭載となる模様で、現時点では実装されていない。も、が、身型のもう一つの特徴とも言えるのが、従来であれば、専用の艦艇が行っていた、掃海任務の能力を付与されている部分で、追機雷戦闘用に、必須の敷設と除去、そして、捜索の機能を有している。これは、日本だけでなく世界各国の海軍において、近年敵国の海軍艦艇との直接戦闘の比重は低下し、掃海艇そのものの数が減少傾向にあることをカバーするものとして位置づけられているものだ。ことに、日本においては、このところ中国の圧力にさらされている尖閣諸島をはじめとする南西諸島の島嶼防衛用に向けて、この機能への期待が高まっており、離島防衛の有効な手段になるだろう。も、が、身型は、こうした追機雷戦闘用への対応にも、艦隊の全長に比して、全幅が広い形状を持つことから、従来艦よりも、先進度の海域における任務の遂行も可能とされていることも特筆すべき部分だ。またもが、身型には追機雷戦闘用の 999-11 ソナーを実装すると同時に、機雷の探知用の無人機 UUV と排除用の無人水蒸気 USV の2種類の無人機を完成する能力が付与される予定となっている。も、が、身型は、1番艦、も、がみ、2番艦、熊野、に続き、2021年3月の、時点では、今後6隻、つまり、合計で、少なくとも、8隻が建造される方針のようで、経過次第ではさらに増加され、22隻になるとも言われている。これらもが、身型の8隻は、1番艦、も、がみと同じ三菱重工業中崎造船所で、6隻、2番艦、熊野と同じ三井 &S 造船玉の艦船工場が2隻を建造する予定であると現状では考えられている。気になるもが、身型の建造費用は平成30年度の予算で、2隻で約922億円、続く平成31年度予算案においては、2隻で約951億円とされており、1隻あたりならば、約461から475億円に相当する。これは、イージス護衛艦のマヤ型が、1隻約1700億円とされているのと、比べれば、3分の1以下のコストであり、いかにイージスシステムや、その兵装が高額であるのかを思い知らされる。省力化が進められも、が、身型では、90名規模の乗組人数を実現したとはいえ、海上自衛隊の慢性的な人員数不足は深刻な課題であり、艦艇の建造と、並行して、チームごとのローテーション体制等も取り入れられる。